皆さんこんにちは私は日本ホメオパシー医学会の名誉会長ユイトラコと申します4月10日はハーネマンさんの誕生日です265歳です、えー、この日に世界ホメオパシー認識週間をやります世界中でホメオパシーを認識していただくためにこのような活動をしております 今年は新型コロナウイルスが蔓延しましまたね日本でもすすごく大変ななことになっております、えー、今日はそういうのをテーマにして出していきたいと思っておりますがまずホメオパシーというのは何かホメオパシーは同種療法でありまして症状が出ている時にその症状と同じような症状を引き起こすものを、えー、取ること。 そうするとその症状を取っていくという同種の法則これが根本的な原理となっているのがホミオパシーの治療法なんですね。例えば熱があるときに解熱剤を取るそれは現代学では熱を下げますねそれは逆療法と言われています。症状を薬でで抑えようとする。現代学では、 逆療法がメインになる医学の体系があります同種療法はその逆で熱があるときにはあえて熱が出るようなものを取ります例えばベラドーナ西洋走りどころですけれどもこれを取りますと熱がより出てきます熱があるときにベラドーナを取ることでもっと熱が出てまあ相当大変なことだと思うでしょうそうではなくて 熱には熱を与えることでそこで自己注力が動くんですねそして自然と熱を下げていくんですこれが同種の法則ですホメオパシーは同種療法がメインですそのような医学体系なのです現代医学とホメオパシー医学それぞれ優れたところがありますうまく使っていけばいいんじゃないかとは思っております 動詞療法の法則というのは体の症状だけでなく感情という心の症状にも当てはまります感情を我慢すると心の慢性病になっていきます病気はね体だけじゃなくて心も病むんですねそしてその心の慢性病がありますと、えー、その心で体が病気になっていくんですね例えば失恋したときに この時にですねあなたは小さく小さく縮こまって息が浅くなってそしていつの間にか心臓病を患うかもしれませんなぜなら酸素不足になってるからですまた失恋しますとその時に悲しいからといって逆療法と言って喜劇を見てしまうとこれはですね一時的に ものすごく楽になって笑うでしょうしかし悲しみは言えるわけじゃないのです一方同詞療法ではね失恋したらより悲しい映画を見たりしますそれは中堅八チ公にもありますように、えー、帰らぬご主人を駅でずっと待ち続けたこの犬がやっぱり涙を誘います。泣泣泣いいてててき,きって悲しみきることで あなたの失恋したいたが、この悲しみには悲しみによって。自己治癒力はわっと出て、自分を慰める力が出てくるわけですね。ですから、悲劇を見るという逆療法ですと。一時的には体楽になりますし、心も楽になります。あははは笑ってですね。おお。いや、面白いわと思いますけれども。昨日失恋したあなた。 その心はまだ残ってますのでねその笑った後には虚しさが悲しみがより増えてきますねですからホメオパシーというのはその悲しい時にはより悲しみが出るネイチミアというガイイグネシアという豆のリメリですねこういうのを取って悲しみには悲しみのリメリを取ることによって 自己重力が触発して、自らが悲しみを乗り越えていくわけです。このように、リメディは体だけじゃなくてですね、心にも作用するということなんですね。症状が出ているときに、その症状と同じような症状を引き起こす。そのことができるならば、その症状を取っていくわけですね。ですから、症状を引き起こすものは、その症状を取っていくという同種の、 原則があるわけですけれども、その症状を起こすって言ったらね、何もかも起こすわけじゃないんですよ。毒とか劇物とか薬物とかそういうものはね、体に症状を起こします。同種療法は毒を持って毒を制するという考えに近いかと思うでしょうけれども、根本的に異なる部分があるんですね。オミオパシーでは天文学的にそのものを薄めてありますから。 そして薄めながら叩くという、えー、この作業が、えー、より効果的になっていきます薄め叩くことそうしていくことで毒性をどんどんなくしていきます毒性がなくなったからあ効果もないやいって思うかもしれませんがそうではないわけですこのような希釈浸透の技術というのをハネマン先生が発見しまして ホメオパシー医学を確立したわけですねホメオパシーでは現物質が存在しなくなるまで希釈浸透を繰り返しますですからこれは衛生科学だよって言われることも多いんですけどもそうではなくホメオパシーのリメディがよく効くということは私たちもう私も三十何年間リメリーを取ってますがよくわかりますし 希釈浸透するということを薄めたたくということで物質そのものがなくなっていて毒性はなくなりますが物質の情報が水に保存されていくのです。例えば磁気テープがありますよねこの磁気テープにねあなたが聴いているオーケストラのこういう音楽を聴いています。人人の人たちが奏でる このオーケストラの音楽がその磁気テープの中に保存されているんですね。決してオーケストラが百人が磁気テープの中にいるわけじゃないんです。同じようにここにトリカブトが三本山に生えてますけれども、トリカブトは猛毒ですが、これを洗ってそしてみじん切りして六十パーセントぐらいのアルコールの中につけて一ヶ月経ってそしてそのカ数 というものを取って、できたものがまたここにある A. というマダチンクチャーですね。ここね、赤くなっているのはトリカブトの毒性が入ってますので、これを飲まないでくださいよ。この A. というビーカーからですね、一滴取って B. というビーカーに一滴入れます。そこには九十九滴の水とアルコールがあります。ここに入れますので、百分の一になります。そしてトン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 と。 41回日本では叩きます、えー、そして100分の1になりましたからセンチュリー1センチュリーですから 1C とと言いますこの B のビーカーから一滴取って C のビーカーに入れます99滴が入ってますそこに1滴入れますから、えー、これで1万分の1になります1万分の1というのは、えー、100が2つですから 2C ですね でこの C のビーカーから D のビーカーに99的なカにまた入れてそしてまた入れたらトン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 叩いて入れるごとに叩いていきますそしてここに入れますと、えー、100万分の1になりまして、えー、100が3個ありますから 3C になりますでまたこの D からまた次のビーカーに次のビーカーに次のビーカーにうつさびに叩いていきますこれを30回繰り返しましたこれが 10の60乗 30C インゲンに涙の一滴の薄さのトリカブトになりました何も入ってないということですねこの最終的な 30C を砂糖玉に垂らします砂糖玉の隙間に染み込んで保持できるのがトリカブトの情報なわけですねパターン化されたトリカブトですここには毒性は全くないのですまあこういうことをですね、えー、証明してくれた方々がいます。 もちろん亡くなられたベンベニスさんもそうでしたがノーベル生理学・医学賞を受賞したリュック・モンタニ博士この方の方、ね、発表素晴らしかったです少々難しいんですけどもねモンタニエ博士の踊るべき研究この実験について私は2019年1月に開催された日本ホオパシ医学協会 JPHA 主催のコングレスでその えー、模様を発表しましまたその DVD がありますのでぜひ見てください、えー、私が世界のこう水化学の研究者の方々の、えー、まとめたものを今日発表させていただきたいと思いますけれども、えー、これはですね、えー、去年の、えー、と7月14日にですね、えー、イギリス国会の、えー、ホメオパスであって員さんである アサートン卿に呼ばれましてです、ね、えー、この水の科学、新しい展望っていうのをやるんだけど、日本から代表して来てくれと言われ,言われまして、急遽私の方もこちらの方に行きましてです、ね、えー、The Royal Academy of Medicine っていう会場で,です、ね、えー、水の新しい展望、メオパシーの証拠っていうのをです、ね、国際セミナーに招待されていきました。 その前夜祭でですね国会議事堂の中でですね晩餐会を開いていただきまして私もそこで300名余りの世界中のホメオパスたちそれから著名な研究者の方々とお会いさせていただきましたその結果を皆さんに発表したいと思っているんですね私が見た えー、皆さんの水の科学の発表をまとめさせていただいて、今日ここで発表させていただきます。まず、えー、ブライアン・ジョセフソン教授。えー、ジョセフソン教授は、イギリスの物理学者で、ケンブリー大学の名誉教授だそうです、えー。私は初めてお会いしましたけれども、えー、1973年、ノーベル物理学賞を受賞しております。 えー、ジョセフソン教授が長年ホメオパシーのサポーターであるということがとても有名だったようで私は知りえなかったんですけどもホームページでこのように書かれてましたびっくりしました、えー、ジョセフソン教授曰く好希釈し現物質を含まないことに焦点を当てたホメオパシー批判は的外れであるなぜならホメオパシーの効果は水行度の変化に起因するからである 液体である水は行動を持つはずがないと考えるのはあまりにも短絡的である事実は水は液晶化し、行動を維持することができる。この点を考慮した場合誰もホメオパシーを否定することはできないこれに関してジャック・ベンベニスト博士をはじめとするかの研究者たちが主張する水の記憶があるのである。 これが本当ならば、この発見はホメオパシー以上に重要となるだろう。しかし、現代の科学は、その現象の真意を確かめようとはせず、無視することで、科学界の視野の狭さを証明することになるだろう。まあ、こういうことをおっしゃってたわけですね。まあ、私たちホメオパシ沿ってみるとありがたいわけですけどもね。 えー、このジョセフソンさんの,そのサイマスコープっていう、まあ、ジョン・スチュワートリード博士が発明した直径1ミリの水滴の中に音を作る幾何学模様を映像したこの機械を紹介して水が構造を作り出すことを視覚で確認できるようにした。では DVD を見てみましょう。 structure changes as the music changes. メロディーが変わりますと構造も変わるんですね、皆さん。えー、この音楽はベートーベンの月光ソナタですけども、どの音楽でもこのように構造が変わっていくようです。次の DVD を見てみましょう。 And if we come down to the simulscope... So here so you see the water. You see there is the water cell with the imagery actually happening in real time. So... What he does is to apply a signal to water and see how long it takes for pattern to develop. And it's took longer the first time than subsequent times, and he says that's the general rule which suggests that the water is remembering what's been done to it. Experiment take one frequency generator set to 9.87 hertz. Now this frequency has not been imaged before. I'm going to ramp the amplitude up at the same moment as starting the timer now. Whoa, that took six seconds to reach full amplitude. Going to ramp it up again now. That took five seconds to reach full amplitude. Going to ramp it up again now. このような実験というのは同じ周波数の音を流したとしても回数を重ねるたびに完全なるパターンに到達するまでの時間が短くなっているっていうこれは不思議ですねということは 水が体験を蓄えているっていうことになりませんかつまり、どうしたら素早く最も安定した形に到達できるかを学習しているっていうことです。私たちが自転車,自転車乗るのにね、一生懸命漕いでね、最初は遅かったけどね、だん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 ,だん自転車をこう、もうすび度でこう焦げるようになるっていうね、このような体験をしてるわけですね。 すごいなと思います。ですから、水が記憶し体験してるんじゃないかっていうことを、まあ、教授がおっしゃってるんだと思いますね。えー、このジョセフソン教授の発表の中で、ホメオパシーが作用することは統計上優位であり、いつか周知になることだから、解明されていない現象を解明するために、自然を観察し、 そこにどんな規則性があるかを観察すること一歩ずつ進めていくことそれが大事であると伝えられていました次にですね、えー、そちらの水科学でお会いした、えー、まあメインイベントの方なんですけども えその、やっぱりこう彼とでお会いするってことは前々からしたくて、JPHMA もですね、日本に呼んで、この水のを発表していただきたいと思ってたんですけども、そして、リュック・モンタニエ博士の、この方の発表ですね、これはもうすごい興味深かったんですけどもね、モンタニエ博士の水の記憶に対する論文から簡単に紹介したいと思います。モンタニエ博士はフランスのウイルス学者で、 エイズウイルスを発見しました。2008年ノーベル生理,生理学医学賞を受賞しました。モンタニー博士は DNA の複製メカニズムを利用して水が物質情報を保存することを証明する実験を行っています。どのような実験を行ったかこれから説明する前に DNA の 複製のメカニズムを皆さんちょっと説明したい。私もね、そんなに知ってないんですけども、わかる限りにおいて説明したいと思います。DNA っていうのは、日本のヌクレチオサが螺旋状にこうね、えー、こう結合してるわけですね。 で、ヌクレチオっていうのは、アデニングはン・シとシン・チミンというね、塩基の違いによって4種類あるわけですけれども、そのヌクレチオが結合したものがヌクレチオサという核酸なんですね。まあ皆さん聞いたことはリオキ地ボ核酸とかね、えー、その核酸なんですけれども、DNA の伏線において、この日本のヌクレチオサが ヘリカーゼという酵素がね、あの今で見る三角のとこですけれども、酵素が出ることによって、この働きで分離してきます。ビューっとね、結合が分離してきます。で、各一本ずつになった。で、それぞれにヌクレチオサーを異型として、えー、補助的なヌクレチオが DNA ポリメラーゼという酵素の働きによって順次結合し、全く同じ DNA が二つできるんですね。もう一個。あの点線のとこです。 このような仕組みなんですけど、つまり異たとなる抜クれ強さが少なくとも1本ないと DNA は複製できないと言われているわけです。このように1本の DNA が複製されて、全く同じ DNA が2本できていくわけですね。うん、さて、モンタニエ博士が、えー、病原体由来の DNA のは入った水溶液から ごく低周波の電磁信号が出てるっていうことを発見し確認したんですね。電磁信号を検出する装置,装置というのは DNA 溶液が生成する低周波の次回成分を捉えてその次回信号をコイル電流で変換してそれをパソコンのコンピューターにソフトウェアの中で解析させたわけですけども まあ最終的にはそのあのベンベリスツ博士も言ってましたけども,もう電話電話機でこの電,電流の電話機のこう波形を通して糖直すことができるっていうふうなことをおっしゃってましたけども、まあ、これがこういうことなのかなとか思ったけどもで、えー、ただしこのような電磁信号というのは高規尺においてのみえ観察されると問題の博士は言ってるわけです。 じゃあどれぐらいの高希釈なんですかっていうことですね。大腸菌の場合においては 9x から 18x。ですから0が9個から18個ついてるこの希釈された状態でないと、こういう電磁信号とは起きないそうです。電磁信号を有機させる。有機ってのはこう、まあ勃発される、させるっていうか、起こすためには、 えー、希釈するため、希釈するっていうことは大切ですけども、それ以外にですね、こう、渦回転や浸透、まあ、こうやったり、こうやったり、こうやったり、動かしたり、えー、このようなね、えー、上下運動、横運動、波運動、渦運動っていうのが必要だそうです。これってなんかホメオパシの希釈浸透するってことよく似てるなと思ってます。また、シューマン波という電磁的バックラウンドが必要になります。 まあ、あのー、山内に行けば、まあ、谷に行けば、そこらに行けば、シューマンハは出てます。で、シューマン波は自然界に存在する電磁場で、えー、電磁信号を冷気する、冷気とは活性化するのに必要なものじゃないかと私は思います。電磁信号というのを発するようになるためには、希釈浸透というのが必要。 本当にホメオパシーが活性化したリメリを作るためには、希釈浸透というのを行っている。ハネマンを知って,知ってたんでしょうかねこれを。そしてモンタネン博士は、エイズウイルスの DNA の断片、104塩基を利用して、100万バー希釈ですから6 6、6X、えー、0が6個ついてます。で電、えー、電磁信号を発生することを発見しました。 続いて、この試験会のそばには、純水を入れたもう一つの試験管を置いておきます。それを18時間さらしたところ、この純水の入った試験管からも、同様の電磁信号が検出されたんです。驚きまめの木。このさらすことが16時間よりか短いと、電磁信号は検出されないんですね。ですから、この水はただの水じゃなくて、もう電磁信号がある水になっちゃったわけです。 横に置いただけですよ、皆さん。で、次にモンタネン博士は、この電磁信号を発生する、純粋の水の中に DNA を合成するために必要なものを、4種類、ヌクレチオ、プライマー、DNA ポリメラーデを、ポンポンポンと入れていって、そしたら、DNA が出現したんです。しかも、その DNA は、元の DNA と同じで、104個のヌクレチオ差から成り立っていたんです。 ムグレチオの配列も2個しか違いがなく、ってことは98%の確率で一致してたっていう。いやー驚いたことです。この実験は、モンタネ博士は12回やって12回とも成功したそうです。で、彼は、ライム病、ライムディゼイス、つづが虫病と日本語で言いますけども、えー、この病原体由来の DNA でも同じ実験をして同じ結果になったと発表しています。 えー、最初に述べた通り DNA の複製においては異たとなるヌクレチオーサが少なくとも一本ないと複製できないですから異たとなる DNA が全く存在しないにもかかわらず DNA が出現したということはこれは皆さん驚くべきことなんですけどもなんで驚かないのかな, <laughs> このなそしてまたねその長さと配列がほぼ一致しててね 全くもって、これは驚くべきことなんだよ、みんな。どう <laughs> いやいや。えー、この発見はですね、もちろん、モンテネさんの発見を私は拝借してるだけです。えー、まあこれね、例えてみたらね、赤、うん、そうだ。赤、青、黄色、白の4種類の積み木の山、ごちゃごちゃになってますよ。それがいつの間にか、隣の部屋にある104個並べた積み木の 色が順番に全く同じで104個の積み木が出来上がってた。それも積み重なってた。こ,これってどう考えたらいいのかなって、もうなんかね、頭がすごく混乱しましたけども。以上、モンタニー博士の実験結果なんですけど、そうすると、やっぱり水は記憶してるんじゃないかって、情報は記憶してるんじゃないかって、どうしても私は言いたくなるんですね。 また、えー、モンタネ博士は人の細胞、えーまあ培養細胞ですね。に、先ほどの何にも含んでいない電磁信号を発するためのただの純粋を加えたところ。はい。次のパワーポー。数日後に、人の培養細胞の核の中に、エイズウィルスの DNA の断片が相談したそ存在したことを確認しました。やばい。 人の核の中にはヌクレチオも DNA ポレメラーでもありますからね。このように生きた細胞内では、電磁信号だけで DNA が合成されることを証明しちゃったんですね。モンタネ博士は。これって、考えによっては皆さん恐ろしいね。いつの間にか電磁信号でね、水を飲まされたりしてね、えー、そういう出来事で私いつの間にかこうエイズになったら嫌だよね。うん。でも、ホメオパシーと同じようにそういうものが入ったとしても、 私たちの免疫が動くんですね。で、多く広がったエイズウイルスに対しては、免疫が普通ならですよ、免疫は動いて、そしてそれをやっつけてくれるわけです。ホメオパシーはそれを使っているわけですね。多く増えたものを減らしていこうとする、やっぱりホメオスタシスっていうのがありますのでね、えー、素晴らしいと思います。 えー、さらにモンタニ博士はさまざまな感染症や慢性症の患者の血性結晶からも電磁信号を検出しました電磁信号が検出された患者として例えばアルトハイマーパーキンソン多発性硬化症、えー、数々の神経障害、えー、ライム病リュウマチこれは難しい病気ですねこれらの病気は病原体が原因と考えられない病気もあります自己免疫疾患ですね 多くの難病が病原体感染やワクチン接種によって生じている可能性もあるのではないかと私は思います。ワクチンというのは病原体が入ってますし、いろいろな、いろいろなウイルスで汚染されていると思うからですね。あるいは病原体に感染し,たしてなくたとしても、インナーチャイルドが立ち上がることです、そのインナーチャイルドに対応する病原体の電磁信号が発生するんじゃないかと。 病原体が自分の体内から自然発生的に起きてしまうことがあるのではないかと空想し想像しています。そもそも私は病原体はインナーチャイルドが生物化したものだと考えておるからです。なお、モンタニエ博士の一連の研究は同じフランスの科学者故ジャック・ベンベリストが行った水の記憶の実験をモンタニエ博士の 得意分野である DNA を使って追事した形となったと言えます。次に、ジェラルド・ポーラック博士はどんなことをおっしゃってるか。この方はワシントン大学の、えー、生物、えー、工学者でありまして、工学科の教授なんですけども、えーまあ、生物工学ですから、えー、まあ、あんまり、こう、なんていうかな、体のこととかなんか関係ないのかなと思いますけど、水にはね、 えー、ずいぶん興味を持たれているようです。2005年からウォーターカンファレンスを毎年やってらっしゃってですね。2009年科学雑誌、ウォーターっていう発行をして、その編集長も務めています。ポーラック博士の研究の面白いところには、水は第4の層があるということなんです。水には3つの層があ,るありますね。固体、液体液、それから気体ですね。固体、液体、気体。 えこれ3つ皆さんに知ってますよねでポーラク博士は水には4番目の状態があるということを発見しました具体的にどういうことかいうと例を挙げましょう空の上に浮かぶ雲水分を走る水面を走るトカゲイエスキリストみたいですね <laughs> 水の上に浮かぶペーパークリップこのようなものですね本来沈んでいくと思いますけども この第四の水の層というのをエクスクルージョンゾーン、略して EZ。日本語では排除層と呼ばれます。ポラク博士はこのような実験をしました。ガラス、プラスチック、金属、皮膚というのは水を弾かず濡れる性質を持っています。これは浸水性と呼ばれています。その浸水性の表面に持つ物質を準備し、その面に濡れるように液体の水を垂らします。 水は透明なので、動きがあったとしても観察しにくいので、水の働きを、動きを観察するために、微粒子を入れて、健託化、要するにこう、混濁させてね、ね、えー、汚しておくような形で、目に見えるようにして、健託化しておきます。そして浸水性の物質表面の近くで、水がどのような動きを示すか、高化学顕微鏡でそれを観察しました。 えー、微粒子を含む、えー、検濁化した、えー、検濁液を垂らした瞬間には、物質と接する部分は均一に、えー、検濁化していきますけれども、その後、数秒から数分の間に、徐々にその微粒子よ、その、混、ま、ざって検濁化したものは、物質の表面からどんどん排除されて、どんどん奥へ押し寄られていく、っていう観察ができました。この DVD を見てください。 このようにどん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 こうあの線があるところが物を置いたところですね、えー、こうやって逃げてるわけですねわかりますでしょうかこの表面にできている微粒子を含まない層が排除層ですけれどもこの1ミリぐらいの厚さでありますけれどもこの排除層が存在するので空の上に浮かぶ雲が浮かんだりイエス・キリストトカゲが水面を走ったり ペーパークリップが水の上に浮いたりする。それが可能だということですね。でまた EZ は、えー、液晶状態になっていますので、水がある程度構造化、結晶化している状態です。水が完全に結晶化すると氷になりますけども、水が結晶化する過程で微粒子は結晶構造の外に押し寄られます。液晶状態の水の領域が拡大していく過程で、 どんどん、えー、微粒子が、えー、結晶構造の外に押し入れられるということですこの EZ の水分子を排除するという特質を利用すれば汚染水や海水からも飲料水が取れるんじゃないかと考えています。いるようです EZ はマイナスの電荷を帯びていて EZ 以外の水はプラスの電荷を帯びていますですから EZ マイナスと EZ 以外のプラスの間に電線をつなげば 充電ができる、まあ電池ができるってことです。で、ちなみに光を当てるとイーゼットがさらに分厚くなるという実験をされたようです。細胞には多くのイーゼットゾーンがある。つまり、えー、マイナス、えー、電荷を帯びていて、その外側の領域はプラス電荷を帯びています。えー、電荷分離が起こっており、これらの分離された電荷というのは細胞内で何らかの反応を引き起こすことができます。 私たちの細胞が行っている光合成の一種でこれを利用したならば生物,学生物学プロセスを促進できるのではないかということも言っています。ポラク博士は第4の水の層を理解することが多くの現象を理解する鍵となると言っております。で彼は水は一定の行動を保てないから物質行動を保持できないというのがホメオパシン反対派の言い分ではあるが 物質の周りの水は液晶化しており、物質情報を保存できる可能性がある。このようにね、ええー、こう言ってるわけです。これは私の妄想かもしれませんけど、例えばコップに水を入れたら、そのコップの水全体が一つの意識を持っているのではないかということです。そしてその水に物質が接触すると、接触部分の水が液晶化し、えー、物質情報を吸収し、 発信し、水全体に物質情報を伝達しようとするのではないかということです。えー、次に、ジャック・ベンベニストの、亡くなられましたけれどもね、水の研究者のもう第一人者っていうのは、フランスの免疫学者、ジャック・ベンベニスト博士です。真実の告白、水の記憶を読まれて、周知の方もいらっしゃると思います。 ベンベルツ博士は英国のネイチャーに光源を高希釈して物質をほとんど含まない,含まない水がアレルギー反応を起こすという論文を発表したんですいや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 何も入ってないのにアレルギー反応を起こしたっていうのを発表しましたその数日後数週間後ネイチャーはそのチームによってはチームを作って非常にショッキングな条件下で 再検証をしなさいと。で、結果は、結果は、まちまちだったと。だから、全く修行できないじゃないかと。それ以来、ベンベレスト博士は、錆びれた研究所に追いやられて、自分自身で研究費を出さねばならず、汚い手口や、えー、卑劣な行為、裏切りをずっと死ぬまで浴びさせられました。純粋な実験結果が、それを発表しただけなのにありますが、 理解をされずに詐欺まがいの扱いまでされてどれだけ彼が苦しく辛い思いをしただろうかと私は心中穏やかではなかったわけです彼がこれほどまで攻撃される理由は彼の論文には真実があったんじゃないかということですホメオパシの科学的根拠となることがまた、えー、ある一部の え、えり団体に恐れられたんではないかということです。私は1997年、ベンベニスタ博士を研究所に訪ねました。なんか面白いコイルのね、んで、情報を抽出して、そしてその、やっぱりこう、アステルコリンというね、えー、こういう化学反応が、全く物質がない水を垂らしただけで起きてたとかね。いやびっくりしました、それ見てですね。そして翌、1998年、ベンベニスタ博士を日本にご招待しまして、 えー、彼の研究の結果を発表していただきまして、もうかけがえのない思い出となりましたけれども、ベンベネス博士は日本においでになったんですけども、その当時、彼を理解する科学者もおりませんでしたし、ホメオパス私たちもあんまり力がありません。お金もありませんでした。ですから彼をサポートすることはできなかった。ベンベネス博士は2004年10月3日、パリの病院で亡くなられました。えー、この科学界がドグマとパラダイムを守るために、彼の発表と、 発見、その辺のものに対して、ものすごく彼を葬ってしまったってことに対して、もう大変心が痛みました。まあね、その後に、ジョセフソン教授、モンタニエ教授、ポラック博士、この方々が、ね、ベンベネスさんをまた講演してくれてるっていうことを聞きまして、 大変嬉しく思いました。喜ばしいことでありました。私たちホメオパシーは疑似科学、もう偽物、とんでも医学と言われていまして、また、ベンベルさんもこのような発表したことによって、疑似科学だとレッテル貼られて、長年予解されたベンベルさんのこの発見が、本当は神聖科学であって、世界中が そそれを知るる日日がいいいいんじゃなななかとと私はは思思ってまますすうなる日は遠くないと思いますベンベレス博士のご冥福を祈りここで私の発表を終わりたいと思いますが少しでもこの講演がベンベレス様の心が楽になりますようにそしてホメオパシの科学根拠がここに根拠ができるような形になりますことを心から祈っておりますご清聴ありがとうございました 名誉会長ありがとうございましたさあここで言われていることですけども水やアルコールというのは希釈浸透する薄めたたくということで地球が出す周波波それをエネルギー源として物質情報を電磁波情報として保持できることが分かりましたね皆さん。すすごいですね そして電磁場情報だからこの電磁場情報だけなのにねエイズの DNA を作り出すことができたというこの事実電磁的な情報に基づいて物質的な生命現象が生じているこのことを示しているんですけどもわー驚きましたまあちょっと DVD 長くなりましたけどもこれを見ただけでもホメオパシーというのは科学的根拠があるということが分かっていただいたかと思います。 さてやっとここでホメオパシーとと感染症の話に入りたいと思い思ますホミオパシー的予防の歴史というのはもう200年前にハネマンさんがすでに昇降、えー、熱をベラドーナという西洋を走りどころで予防してた記述がありました。それはハネマンさんが書いている「オーガノン」というホメオパシーの原理という本の中に書かれてあります読み上げます。 1801年より前に表皮が剥離して肌がツルツルになる自然な無症候熱が子どもたちの間で流行棒のように猛威を振るった以前流行した時この症候熱を克服しなかった子どもたちは全て例外なくこの病気にかかったしかし私が体験した流行病では早めに余裕を持って 微量のベラドーナを服用させたすべての子どもはいつまでもこの極めて感染力のある小児病にかかることはなかった感染前に服用したリメリーは流行病を防ぐことができるのであるこのような記述をしていますねこの西洋走るところっていうねベラドーナはどういうものでありますかと言いますと結構ねあの大変な子体にショックを与えるものですね えー、人体でこの性育圧力のところを食べてみます健康のと,したことがとりますよねこの黒い実なんですけど食べましたらねベロがですねもうブツブツになっていちごじさんになりましてそれで熱がガーッと上がるんですで専毛状態になるんですねそれで体に湿疹もできるんですこれって消耗熱と同じですね このように実証プルービングといいますがハネマンさんたちはその症状を出すものはその症状を取っていく、まあ、希釈浸透して物質がなくなるも希釈浸透して情報だけを与えたこのようなリメディを取るとこのように症状を取っていくということを発見したわけですね。でまたハネマンさんはですねこれらの予防まあ当時そうですね、えー、このこれらとかチフスだとか。 多くの伝染病がチーフスに関して周期的に発症するチーフスにはキナの皮によって消し去られるまた1813年のチーフスではキナよりブライオニアとラストックスが良かったそれは全ての患者によって特効薬となったのであると書かれております。 まあキナというのはキニネの皮なんですね。でこれは最初の方のチフスにはよく聞きましたが、1813年になりますとこのチフスが形を変えたんですね。そしてブライオニアという伝うりとラストックスという伝うるしの方がよく聞いたと書かれてあります。また、えー、チフスがライプチッヒを襲ったとき、えー、ハネマンさんがね。 180名の方のチフスの方を治療したのですね。これ予防じゃない治療ですねその時に亡くなったのはたった2人だけだった180日2人だと約1%の死亡率アルパシーによるこの死亡率アルパシーというのは現代医学でね、この時にチフスを治療された方々は死亡率は30%もあったんですよいやーこれ30対1ですからねやっぱ明らかに ホメオパシーは治フスにおいてはこの治療においても非常に効果があったということを語ってありますね。そしてまた、えー、コレラにおいて、えー、これはキュープラム銅のリメディバレーチュームバケイソのリメディ、えー、それを取ることで、えー、非常に効果的だったと言ってもありました。またクループというねせげで止まんないというこの症状においては、えー、トリカブトのアコナイトと硫化カ,カルシウムのヘパソファ そしてスポンジャーという海面これを与えることによってクループは本当に治療ができる素晴らしいリメリだったと書かれておりますですからこのようにですねえこれら症候熱、チフス、えー、それからクループ黄熱病、肺炎このようなものにですねえこうホメオプシーを与えることによって致死率の記録を見ますとえホメオパシー的な病院で 行われた指示術は概ね通常の現在医学の病院の八分,分の1の低さだったんですこれって皆様驚くべきだから自己治療を初活して自ら健康になるホメオパシーの方がこのような伝染病でもとても効果があったということをお伝えしたいんですねまたですねスペイン下でですこれはもう本当に1918 19年 えー、スペイン風邪がものすごく猛威を振るいましてね多くの方が亡くなりました第一次世界大戦の、えー、戦死者の数をはるかにもうね、えー、しのぐ4,000万人の方々が死亡したと言われてますでこの全米ホメオパシー医学協会が発表した例がありますのでそれを見たいと思います。まあ、米国ににおおいいててアメリカにおいて当時はですね 現代学のお医者さんよりホメオパシーのお医者さんの方が多かったんです。要はホメオパシーの方が多かったってことですけれども、えー、1921年に行われた全米ホメオパシー協会の年次大会のレポートをこれからお見せします。現代学アロパシー的治療を受けたホメオパシーとアロパシーの違いのケースを見ていきましょう。えー、アロパシー的治療を受けた えー、ケースでは死亡率が28おー現代学では28%も、えー、このようにスペイン風邪にかかって亡くなったようです。それでホメオパシーにおいてはその治療を受けた死亡率はたったの1%であったとこれもねスペイン風邪においてもホメオパシーは素晴らしい効果を上げてます。ホメオパシー的には歴史的にもまあね梅毒の治療とかリン病の治療このような性病の治療 これらチフススペイン化でこのような感染症に対しても多くの命を救っていたという歴史があります。これらがわずか200数十年前こんなにホメオパシーが世界中で10億人も使っているようになったのは200年前に出来上がったこの医療法がですねやはりこんなに広がったというのは まあ顕著に人を治すからだと私は思ってやまないわけですさて、えー、現代、えー、予防としてホメオパシーを使っているのがキューバですなぜならばキューバの国民の80%以上がホメオパシーで健康ケアをやっております私は2003年の j p h m のコングレスで えー、キューバ国国立フィンレイ研究所の所長ブラチョさんをお招きしました。えー、そしてホメオパシー的な予防をどのようにしたのかっていうのをお聞きしました。キューバではね、伝染熱やね、A 型肝炎やね、さまざまな病気が伝染病としてあります。ですからそのためにホメオパシーのノドスという 病原体そのものを使ったリメディを希釈浸透して 30C で与えた結果どのようになったかというのを発表していただきましたこのノドスのリメディ病原体のリメディを使うことで症状も悪化せず回復が早くなり入院,も入院期間も減少し発症率も減少したということを発表していただきましてまあ驚きましたそれではその内容を見ていきましょう えー、これは電、ね、具熱における、えー、リメディ 30C 電、えー、具熱そのものを希釈芯として作った、えー、ノドースを使ったケースであります、えー、これはまあ親類隣人医療従事者への伝染病が食い止められましたまたホメオパシーのリメディの投与後出血性の症状の報告はなくなりました 電風熱は最終的に体から出血しますんでねまた集中治療室入れる人たちの患者が1日がまあ大体3から5人いたそうですがゼロになじましたでまた入院期間っていうのは最初はまあデング熱にかかりますと7日から10日でしたけどもこの喉どを取ることによってまた入院期間も3日から5日に減少したわけですね。 えそれで症状はまあこういう熱とか腹痛だとか目の痛みとか筋肉痛とか関節炎とかまた体内からのの出血っていうものがありましたねそれがこのようにどん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 減っていったというのがこのグラフで表れていって最終的にはゼロになっていいたたととうことでしたまたえこちらのデング熱のえこのリメリを取ることによってえ比較をしておりますね。左が ホミオパシー的な予防をした、喉、まあ、をそのリメディを取ったっていうのが、えー、どのようになっていったかというとまだこうリメディが入ってないっていうのが時、えー、とリメディが入ってリメディが入った後になりますとリメディが入っっったことにによて、て7から1に減っていきましたで、えー、右側がホメオパシー的に予防せずに、えー、この動物の駆除のみにしましたね。 そうしましたらば感染率が2から14に増えてその後少し収束して8に下がったという状況になりましたまあこれを見たとしてもですね、まあリメディが入ることによって一気にこのように感染率が下がっていくのが見えたと思いますそれと駆除を両方ねやることが大事なわけですね動物から移っていくからですねデング熱は またキューバではレストロピラというこの恐ろしい前線病がね蔓延するわけですけどもこのレストロピラそのものを希釈浸透したリメディを使うことで非常にですね効果を上げてですね死亡率の減少というのが起こってあります。この事例というのはホメオパシーの感染症予防というのがとても有効であってですね 予防接種を取らるとも良かったという事例になると思います。さて2004年にイギリスにはですねホメオパシー病院があるんです。素晴らしいですね。ブリストルホメオパシー病院の感染患者さんのこの方々の6000人の方々のうちのまあ五大疾患の1500名の調査の結果であります。五大疾患はアトピー。 慢性疲労症候群がん関節炎うつが五大疾患でしたその1500名のたちの調査結果を見ましょうアトピーにおいては82%が効果があった慢性病においては72%の効果がありましたがんにおいては、えー、73%の効果があり 関節病には関節炎関節炎には70%の効果がありうつには71%の効果がありました。これを見ただけでも全体的に70%以上の効果があったっていうホメオパシーは素晴らしいですね皆さん。えー、また、えー、この私たち日本ホメオパシー医学協会でも、えー、私たちは統計を取りました。えー まあ羽間さんがね、えー、予防ホメオペシ的な予防をしているっていうことをね私は知りましたので、えー、私たち日本でもホメオペシ的な予防をしようと思いましてホームセットを考案したわけですね。2007年にですね感染症を予防するために、えー、このホームセットを私は考案しました。この、えー、予防セットのリストの中にですね、えー、病原体のルメリー 病原体を希釈したノドスのリメディをごっそり入れまして、ハシカが流行したらハシカのリメディ、水ボウソが流行したら水ボウソのリメディ、こういうものをですね、朝昼晩三日間取ればよろしい。そして病原体のリメディを取ることでその後の感染症を予防できます。感染する前にハシカのリメディを取ることでハシカをひじことする異物とする。 そのような免疫が自分にできるということでですね、えー、この、えー、予防ホメオパシーでの感染予防について、えー、この私はやってみてホームセットを考案しましてその後にですね日本ホメオパシー医学協会では、えー、324名の方々に、えー、このホームセットはどうでしたか,どうでしたかとお聞きしました。えー、そうしましまたらです、ねまあ、なんと かなり効果がある59効果がある37%でして、まあ、これを含めますと96の方々効果を認めてくれました嬉したた嬉かったですでそれでどういうものに効果があったかとお聞きしましたらば、えー、感染症にはインフルエンザおう吐下痢症溶連菌水ぼうおたふく飛び火風はしかとこのような順番で、まあ、多くの方々がインフルエンザに使われていたということが分かりました。 このような統計が日本褒医学協会で年に出されております私はまあ突然ですけども感染体というのは私たちがまあ感じないようにした悲しさ怒り悲しみそれから恐れ、まあ、そういうのを感じたくないから切り捨てて感じないようにしたもの。 えー、そういうものを、えー、未解決な感情というインナーチャイルと言いますがこれは私の中にそういうものがあるよと映す鏡として実在化したものが感染症でないかと思ってるわけです感染症にかかって病原体が増殖することでインナーチャイルドが減っていくその感情を生じさせた価値観が 緩んでいくのではないかと思っております停滞した感情エネルギーをそれを源として病原体がその自分の中で増殖するんじゃないかと思っているわけですこのように感染症というのは実は自然が織りなす同種療法ではないかと思っているわけです例えばインフルエンザというこのウイルスがいますねそれはね 優秀でいたい美しくありたい強いんだ自分は常に自分の理想とする良い人すごい人優れた人でいたいと思っているではないかと思いますこういうね実際はそうではないのに夢見心地な空想の世界に生きている見栄っ張りでプライドがすごく強くて ブランド思考で一流品を欲しがったり自分はもっとできる人間だと思っている現実の自分ダメな自分を見たくない人たち自分を現実以上に高くよく見ようとする人たちそういう人たちがこのようなインチャイナ・チャイルドが生物化して同じそのような感情イナ・チャイルドを持っている人が この同じ感情を持っているインフルエンザウイルスにかかるのではないかとそういう風うに思ってるんですよ不思議でしょ？でもそう思うんですね。で、インフルエンザウイルスのおかげで人類は自分を高みに上げずに死に足をつけて生きることができるとも言えるんじゃないかと思います。多くの人がインフルエンザで死んでいるのにインフルエンザウイルスを肯定していいのかって。 言われそうですか。大自然の前ではね人間の考えるこのような善というのはちっぽけなものだと痛感されますねインフルエンザも自然の一部でありますから否定するよりその存在を肯定的に捉えることが真にインフルエンザ乗り越えることにつながると私は思っておりますこういうことをですね書いておりますのでぜひですねこの 病原体とインナーチャイルドの方も読んでいただければと思っておりますさて新型コロナウイルスのここにも感情があってまたその感情を抑圧してそしてこのウイルスができているのかもしれないと思いましたここにはですね負けたくない勝って人を見下ろしたいという感情が宿っていると思います それが実体化して出来上がったのがコロナ新型コロナウイルスだと思っています。ですから勝ち負けにこだわる人、勝った人を見下すような人たち、そういう人たちは新型コロナウイルスにかかりやすいですよって思うわけですね。もうこういうのをね言いますとですね、まあこれは人を見下しているのかって言われますけれども、そうではないんですね。病原体というのはこれも生物ですから。 生き物ですから生き物といいうのは感情を持っていますその折々の、えー、人々の感情によってその感情を乗り越えんがために同じ感情を持っている病原体にかかってあなたはそれを乗り越えていく、まあ、リメリーの役目をしているのかなと思っております。でまた、えー、以下 マダーチンクチャーとイメージのコンビネーションが新型コロナウイルスの予防につながるのではないかと考えました。またこれは感染したときに取ると治癒に導くのではないかと考えました。新型コロナウイルス対策は YouTube で見ることができますので、ぜひ見ていただきたいとは思っておりますが、まあここにあるまあ六つのねマダーチンクチャーというのがね。 コロナウイルスにはとてもいいと私は思います。ましてこのようにですね、臓器がですね多臓器不全になっていっていくってことはエッシエッソが起こっていると思いますから、それを食い止めるそのようなマザーチンクチャーがここにイキネシアタラシカム、ソレデエゴスやラスルータダイオスコリアがいいと思いますね。またリメディとしてはこのようなリメディがいいと思います。 えー、炎症候補したたのリメディだとかスフィライナムだとかステルフトコカイナムとかパイロジェンとかスタフィローコカイナムとかあとデング熱ノドオスそして、えー、勝ちたいと思っている、えー、アカンコフジの石のリ,石のリメディこれねアカンコにある石のリメディですけどもこれをプルービングして実体実験しましたらば負けたくないんだ負けるとイライラするんだ。 もう任せてやりたいんだと思うようになったそうですそれから腸をしっかりするためにですね土壌菌の500種類以上あるオンコ菌というリメディが入れられています腸のの微生物というのは腸内細菌と全く同じ土壌菌でカバーできると思っておりますでそこでまたですねエシエスを起こすリメディたちスケリコーアーセニカムソファルーベンス クロタリスホリダスケイライビック・ベラドーナプランボンシリカアコナイトアーニカアーセニカ群これらはですね非常にシエソ奏には強いものになりますしまた心配症でコロナにかかったらどうしようかと思っている方々にもこれらのリメディアはいいと思います。以上が私が発,音したもの発案した予防できるものまた治療できる新型コロナ対策のリメディたちになります。 さ,さて、えー、私が考案した、えー、この新型コロナウイルス予防それから対策リメディこれもちろん私私自身が取るんですよ取らないとねみんなどうなるか分かりませんから取取りりりままししたた月の終わり頃に取りましたもうすぐに翌日には風邪のような症状になりましてねもう本当に猛烈な喉の痛みと、えー、もう唾も飲み込みませんでした。 そして粘性の強い粘液が喉から湧き出てくるんですれどこからくるのかなって黄色い真っ黄色の時にはグリーンになってましたが粘性の強い鼻水がコオビロで口の中落ちるんで気持ち悪くてですねまあ本当に出しても出しても出てきましたでインフルエンザにかかったこと,と同じようにですね節々が痛いんですよですから動けないんですねねそううう思っているうちにねもうね。 おかんしたかなと思った微熱が出始めましてと体がだるくてだるくて私はよっぽどないかでね会社は休まないんだけどももうね一日休まさせていただきましただって動けないんだもんでもね次の日も全く声が出ませんでしてその声が出ない中で抗議、えー、をしなきゃいけないかったからつらかったですけどつらつれてましたよでまた声を出そうとするとそれでね喉に何かが引っかかってですね もう痰が出て咳が出てたまりませんでしたもう一週間以上もう声はしわがれていましてですね、えー、このしわがれ声で咳が出るしまたね苦しかったですねで私のところはですね実はですね母親は結核だったんですねですから私ももう本当にね何回か肺炎にもかかりました中耳炎にもなりましたしねそれからこう福部家にもなりましたしですね咳もよう出ましたねだからこうその 結核マヤズムっていうのがあるんです。で、そのためか、累歴もあるんですね。まあ、コロナの、えー、予防のりめで取った時に、私はもう累歴が大変痛んでも。辛くてですね、しょうがなかったんです。ですからね、もう治るのにね、もう一ヶ月以上かかりましたかね。ですから、今はですね、症状も出し切り、えー、それでもう、すっかり良くなりましたけども。 新型コロナウイルスという対策理念をとってですね排泄がポロッといっぱい出ましてねものすごい元気になりましたけども私思うんですねもうソーラ、えー、リン病マヤズム回線マヤズム、えー、それから倍速マヤズムが合体してですね出来上がった混合マヤズムの結核マヤズムを持っている方にとってみると、うん、新型コロナウイルスっていうのは結構ね激しく症状が出るのかなと思いますがでも心配しなくてもよろしいですね。 またこれを取ることによって免疫ができたかなと思っておりますその後全然そういうことを兆候がで起きないからですねさて、えー、私以外の方々の、えー、統計を取りました日本褒め節医学協会ではすぐにですね統計を取っていきまして、えー、新型コロナ 予防対策リメリを取った人が人々がどうなったかを集めました。104名の114名の方々に答えていただきました。一番多いのから順番にいきますね。<laughs> えー、これまあ、えー、喉ですね。扁桃腺の腫れ、喉の痛み、違和感、えー、何かもう本当に何か詰まっているような感じの方もいました。こう自家製塩もここに入れましたけれども、えー、次にですね、鼻水と痰でした。えー、そして咳でした。 次に頭痛悪さ倦怠感発熱呼吸の問題下痢腹痛おか、えー、精神的な問題が改善したっていうのもありましたけどもこのようなのがありましてまたある方の報告ではですね身体的には鼻水気ままきりの,のがたたくさん出ていました感情的には今の私の考えでは太刀打ちはできないんだ。自分が間違っていたことを 認めざるを得なかった。強い敗北感を感じ、自分自身の問題なのに、私は他人に他人の問題とすり替えていた。申し訳ない気持ちでいっぱいになった。すごいですね。この方はまあ,ある。この方はね。ある方とこうね同僚とね。会社戦ってたそうですね。自分は正しいとところが、これを取った時にあ、私は間違えてたんだと。 いや偉いのはと思いますですから勝ちたい絶対勝つんだ見下ろすんだと思った心がこの対策予防リメージによって言えたんですねですから負けを見つめて認めてそしてその方に謝ったようですで中国でね、えー、確認された5万人のケースのその症状はこんなものでした発熱一番乾いた熱二番倦怠感 次に息切れ、のししの痛痛痛、み、み、喉の痛み頭ただこれって、まあ、あの順番は前後しますが日本でのね、えー、私の考案しましたリメディの後天反応もやっぱり同じようなものが出てますね、えー。ですからこれによってですね、えー、コロナウイルス対策、えー、予防リメディというのはとてもコロナに効くんじゃないかと私は思っております。 もう一度こう新型コロナ予防と対策リメディを取って出てきた人たちのこうグラフを見てください。同じような兆候があります。まあねあのー、パーセンテージのこう前後はありますが、えー、上位8個はほとんど同じなわけですね。あ嬉しかったです。えー、ですから、えー、この、ねえー、コロナ予防対策、予防リメディというのは非常に効くんじゃないかと思って嬉しく思っております。 ちなみにですね、このような問い合わせきましたのでお伝えしたいと思います熊本県の方です新型、えー、コロナ予防対策リメディを家族7人で取りました7歳、10歳、12歳、14歳、16歳、46歳、46歳,46歳です、えー、取りましたら食欲不振、倦怠感、えー、咳、鼻水、えー、熱最も高い人で38度、吐き気、頭痛が起きました リ,メリを取って初日から排泄症状が出る者も,もいれば1週間取り終わった後に咳や痰が出る者も,もいればえ熱が出る者ももいればえ取り方としてはまず1週間取って1週間のあと待つとえ再度1週間取ってみるということですがえ症状がかなりきついのでもうみんな <laughs> 子どもたちはどうしたらよいでしょうか 私は一人で明日からまた一週間休みました取ろうと思ってるんですけれども質問にお答えしていただけますでしょうかよろしくお願いします、えー、そして事務局からこのようにお答えしました新型コロナ予防対策リメディを取られてすぐに症状が出てその症状がきつい場合一旦停止されたそれが一番いいと思いますホメオパシーでは病原体や 毒物が体内に入ることによって。体は賢く反応し。外に出そうとします。ですから、それは症状というのは大事であり。それを予感することでなく、自力で自力で排泄することで。体はその問題を乗り越える。そのやり方を学ぶのです。次に、その問題が来たとしても。 もっとうまく対処できるようになりますもう体験してるからです、ね、ですすねので症状はつらいものですが体がその生命体を存在させるために行ってくれる大切なことであるだから症状はありがたいんだとそのように思って嫌なものではなくなっていくのではないかと思いますそう言っても子どもにはそうは言えませんのでホメオパシーのレリベルリに対する反応は 個人差がありますので症状が出て辛い場合はその場合は一旦休むというのはとても大事になると思いますで、またそれを起こしたことは免疫ができたことになりますので素晴らしいことと思います症状が出ない場合はそれに反応する要素が体内になかったそれに対する免疫を向上する必要がないという場合とそれを出し切る力がない 根本的にバイタルフォースという自己注力が弱いというのがあると思います。新型コロナ予防対策リメディを取られた方々は。一回目約一週間取られた。えー、そして。もう一回一週間ぐらい待って辛い場合ね、症状出た場合は。それでもう一回一週間取られてみてください。その時思うことがあるでしょう。その症状は前回より軽くなっているはずです。 ですから一回目より二回目三回目取られた方がどん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 こう掃除をしてくれているようになっていって最終的には取っても何の症状も出なくなりますもうこれ以上掃除する必要がないということもありますですからこれはこれを取ってプルービングしただけでなくあなたに残っているいらないものを外に出してくる優れものだと私は思っておりますさてここにですね。 ちょっと私今回の新型コロナウイルスというものに対しては疑問があるんですよまああのー、これがね人工的に作られたものかそれとも自然発生したものかっていうのは私もう分かりません。でもなんかねうんちょっと不思議な傾向があるなと思っております。まあ 人工的に作ったとしてもね自然発生じゃないとしてもねそこには勝って人を見下すというねそういう方々が命令して作っている可能性は多くあると思いますね。ですからそこの、えー、コロナ新型コロナに、ね、そういうものを宿るというふうに思うわけです。ただしなんでこんなに、えーこう かかってる人間が、まあ潜在的にかかってる人間多いの多いのかもしれません。統計が取れてないから少、少なく見えてるのかもしれませんけど、私インフルエンザと比べてみました。これを見てみましたらね、えー、新型コロナウイルスの、えー、感染者っていうのは経緯、まあ世界で100万人ぐらいなんでしょうか。ですね。だけど気殺性のインフルエンザにかかる人たちっていうのは。 推定億、ね、億から20億あるわけでしょこれグラフで見てもこう全然違うと思うんですけどもねうんそしてねその、えー、死亡率を見ていきたいと思いますけどもインフルエンザで、えー、かかって死ぬ人たちっていうのは推定25から50万人が死ぬんですけども新型コロナウイルス今のところですよ、えー、5万人ぐらいなんですよ。 でそれをまあ今度日本で見ましょう。日本でインフルエンザにかかる率っていうのが、えー、1000万人かかります。そして今新型コロナウイルスにかかっている方々っていうのは3100名ぐらいなわけですね。うん。そしてこれでこう日本でのこう死亡率っていうのは季節性インフルエンザで死亡するのが1万人なわけですよ。でもコロナで亡くなっているのは77名なわけです。 これ見ますとどうでしょう。このパンデミックと言ってもインブレンザの方がよっぽど恐ろしいのにですね、イブレンザに対してはあまり嫌いの嫌いの言わないわけですね。で、世界のこうちょっとこのかかっている方は見ましょう。で、当然一番多いのが今は米国で、次はイタリアで、次はスペインで、中国になってますけど、まあ中国に関してはですね、ちょっと数字が怪しいのでわかりません。 えー、そしてドイツになってましてフランスイランです英国スイスで日本がまあ、えーこ,のまあ、ここで言われる中では最下位になっておりますけれどもでなんでこれこの中国に近いしね発生ここで一番最初に発生したのは中国でしたからにもかかわらずこんだけこうね発症してる人少ないのかなっていうと私は日々の,、えー、のこの食とか 日々の心の持ち方にあるんじゃないかなと思っておりますまあ免疫を高めないばいいんじゃないかと思っておりますのでねでもちろんこういうねリメリーやマダチンクチャで予防することも大事でしょうが日々の食というのは大事ですしでまた日々の心というのは大事ですねで一番大事なのはどうやって免疫を高めるかってことなんですね免疫を高めるためにはですね体を寂させないことです で、錆びさせて老化を早めないこと要するに酸化させないということですよね呼吸で取り込んだ酸素というのはミトコンドリアで使われていきます細胞の中ミトコンドリアがいますそしてエネルギー物質であるアデノシン三リン酸に作られますけども使われますけどもこの酸素が使われる工程において活性酸素に変わっていくんですね で活性酸素は反応が強くてて質や DNA などを酸化して傷つけちゃうんですねこの活性酸素の発生を助長するこの原因として農薬だったり薬だったり抗生物質だったりステロだったり防水種だったり、えー、まあこうやってね、えー、あるいはこう自然のものでないものですね化学品だったり石油だったり由来だったり。 それで水銀やアルミナだったりただ観光ホルモンだったり食品添加物だったり赤色難号だったり洗剤だったり芳香剤だったりそれから電波の電磁場の外 5G なんかねすごいですよ 4G とかねこういう電磁場であったりこれがね不自然なものは海岸に入れば入るほど体にとってストレスになるわけですすねそれらを分解するときにですね。 活性酸素を発症しやすくなってしまうわけですそうすると老化が促進されて錆びついていってそしてしまいには死を早めてしまうわけですそれを食い止めるのが抗酸化酵素抗酸化物質なわけです抗酸化物質抗酸化作用というのは植物 もうこれは野菜の中ににふんだんだ入っているわけですそれがビタミン C でありビタミン E でありビタミン D でありグルタチオンでありファイトケミカルポリフェノールでありそしてまた、えー、この抗酸化物質の一番といってもいいものが発酵食品であると思います、まあ、日本の食っていうのは野菜中心ですからね、うん、野菜にはそのような抗酸化物質が山ほどありましてまた日本食は古来から。 発酵菌を使って,いた,菌を使っていたわけです味噌も醤油も漬物も酒も全てですね発酵菌によるものであり発酵させることで人体に必要な、えー、アミノ酸が量が増えてまた発酵することによってウイ、うん、ルスやバクテリアカビこのような菌には菌で制覇できるとばかり、えー、菌を使っているわけですデンダム菌を使うわけです。 そういうふうにね食の問題もあるんじゃなかろうかと思いました皆さん多くこの神聖な野菜をとりましょう多くの発酵物をとりましょうさてそうは言いましても一番、えー、体を酸化させるものは何と言っても心のストレスです発酵菌は人々の心を優しくしてくれますまあ。 大変ね、手前味噌で悪いんですけれども、日本人の多くが、非常に穏やかでいられるのは。このような発酵菌を使っ、食べているからだと思っております。これはストレスを感じにくくしてくれるっていうことです。ですからね、三月十一日十年前にね、大震災がありました。東北で。その時にですよ。ボードも起きずにですね。水を、水をね、順番を待ったり。 スーパーでトイレを買うトイレットペーパーを買うのも順番待ってるっていうえそういう民族は他にはいないと言われるぐらいみんなから称賛されました。それは私たちの日本人が発酵菌を食べるからだと思います。そしてストレスの中においてもきっちりとしたえ人間性というのを失わないというその心はできるのは。 その発酵菌が人々の心を優しくしてくれるからだと思うんです喧嘩しないんですねまた喜びの心を作るセロトニンやる気を出すドーパミンというのは実はですねその多くが腸内細菌で作られているわけですねだから食品として食べている発酵菌それらも大いに関係していると思うわけですまた腸内細菌の中には 元気の元となるミトコンドリアを活性させるものものいるるわけですねミドコンドリアを活性させることが活性酸素を減らすことにつながると私は思うわけです。でまたこのストレスをかねストレスになると酸化するわけですから体が。何よりも必要なのはインナーチャイルド,ドとは過去に我慢した感情未解決な感情のことです。 それは未解決ですからあなたの腰に落ちてあなたの悲しみが腰に行きあなたの怒りが肩に行きとねこんな感じになっているわけですけどもですからそういうものをですね「怒、えー、怒りは怒りはととししししててて認識しそして癒していくことは大事ですあ,あの時つらかったなあ」いうふうに言われて「お前は何やってもできない弟はもっとできるのに」と言われて。 君は悲しかったよねだからあくつらかったなああいう風に弟と比べられてお前は何もできないとつらかったなそうやって自分を慰める必要があると思いますエナチュアルと癒しをすることはとても大事です感情というのは思い通りにならないときに生じますよねだから思い通りにしたいという強い思いであり欲のことであります思い通りにならないことがストレスなわけですから 感情はストレスをなくそうとして思い通りにしようとする行動をするための原動力でもあります、えー、そして私たちは多くの感情をどんどん抑圧する社会がね怒ってはいけない泣いてはいけない恐れてはいけないというもんですからこの道徳によってどん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 ね感情をぐっと抑圧してきていきたいこの歴史なんですよですからそれがあなたの腰にあなたの肩にあなたの月経痛に そこにあなたたたの抑圧した感情は潜んででますよって私は言いたいわけですだから現在の状況に合わせて恐れたり悲しんだり怒ったりしてるわけですからこの怒りはこの恐れはこの悲しみは過去の小さい頃に弟と比べられて、うん、悲しかったあなたを再現してるんだということですからこのように分離してですねえ自分自身に 辛かったな。悲しかったなと慰めてほしいわけです。このようなことがインナーチャイルドイエと言います。我慢した未解決な感情のエネルギーがそこにありますと、その感情と共鳴する病原体が発症しますよ。その感情をエネルギー源とエネルギー源として、その源となった病原体が増殖しますよ。と先ほども言いましたね。ですから。 感情を自分の中できれいにしていくことは大事です精神的なストレスというのは体と心両方にボロボロにしてしまいます今なきアボ先生をご紹介したいとおりも思いますアボ先生が精神的なストレスというのは身をボロボロにするんだ皆さん健やかに生きられてくださいと 毎回毎回講演のことにおっしゃっていました今懐かしく思い出します2015年4月に農業と食のシンポジウムにこちらでお招きしました私は農民でもありますホメオパシホメオパスでもあるんですけど、えー、農民でもあるわけですけどもですからこのように年に一遍食と農業のシンポジウムをやっております、えー、今年は6月に 六七でやりますのでどうぞおいでください。えー、ではその DVD を見ましょう。阿保先生の DVD です。私たちはあのそれなりに生きる力を持って生まれてきてますから、そうそう簡単に病気にはならないはずなんですけど、現実には病気の人で溢れてるっていうのが日本の現状です。どういうとき病気になるかというと。 夜遅くまで仕事をして睡眠時間を削るような生き方私たちの体は交感神経が刺激された状態になって破綻するわけです日本人はみんなこういう病気の仕組みを考えないで病院に行って解決しようっていうような傾向が強くなってですね眠れなかったら睡眠薬をもらう不安だったら抗不安剤をもらうだけど根本的な問題は解決されてませんから。 あれです全然病気は治らないわけですね真面目な人はですね大体やっぱり、えー、持って生まれた性格ってありますからねいつもくよくよする私そうなんですけどこれはストレス受けやすいですです、うん。ですから自分の考え方とか性格も理解しながら同じストレスでもね 過剰に、えー、受けてしまうような流れもありますからそうやって何か病気になったら自分の考えとか生き方を見直して成長していく過程にするぐらいでないとですね病人だらけになってしまうんですね。私はストレスの研究して無理すれば交感神経による血流障害でしょこれは低体温低酸素高血糖ですね。 でこういうストレスで起こる無理して起こる低体温低酸素ところが人間の場合は真面目さとか責任感の強さで低体温低酸素高血糖を引きずるわけでするとそもそもミトコンドリアの少なかった分裂細胞の中からもっとミトコンドリアを削って削れば削るほど低体温低酸素には強くなりますからねですからあの悪化した内部環境に 適応する反応が発がんだっていうのに、気がついてる。で、あれです。がんの治し方も、結局過酷な生き方をやめて、体を温めることですね。阿波先生は精神的なストレスをためずに、病気だからといって、すぐに薬を取らないように警告しています。これはモンタリア博士も二千八年に書かれた。 その本の中に病気を寄せ付けない賢い方このような本がありますけれどもこの本の中ではモンタネ博士も同じように言っていますねまた誰にも聞く奇跡の薬の時代それは終焉を迎えていると言っていますこの本は人が健康に生きる確信が書かれていてとても大事それにもかかわらず 日本では出版されてすぐに絶版になり、えー、中古本でももうなんかね誰かを回収したのかしらどこにも売ってないんですよやっと図書館で見つけましたね私はこの本を貪るように読みましたこの本の中でねワクチンについても書かれています何でもかんでもワクチンがいらないと言ってるわけじゃないんです先生はねその中で本田根先生は 老人にインフルエンザワクチンをしてインフルエンザで死亡するケースが増えたこれは T 細胞を出す狂腺が老人は老化しているから退化してしまっているのでワクチンで弱属性のインフルエンザウイルスを入れてもそれに抗体ができずでなくなってしまったんだと書いてありましたまたワクチンには菌やウイルス以外に有害なアジュバント 添加物、水銀やア,アルミナそういうものも入っていると警告してあります。またワクチン接種するより免疫を高めることそれを進めています。阿保先生と同じですね。でこのように馬にも効くホメオパシーをどうして偽ノと片付けるのかと。 偽物とと片付けないと、えー、このようにホメオパシーを偽医学とそのような扱いする現状を嘆いています私も松永先生にお会いして本当にいろんなことを気づいたことをありがたいと思っておりますこの新型コロナウイルスは人為的に作られたという説もありますたととえそうだとしても それが生み出された背景がありますから、その背景と私たち一人一人が無関係ではないと思います。ダメな人を否定し、見下したことがなかったでしょうか。そして、自分がダメとしてされて、見下されたことはなかったでしょうか。人を見下したその意識、見下されたその人の中で、 勝って人を見下したいという意識を作り出すのでないでしょうか。人工的に作り出されたものだとしても、人工的に作り出されなければならないほど、現代は勝って人を見下したいという意識が、不自然に強くなっているんじゃないかという反映と言えるでしょう。こうして作られた新型コロナウイルスだとしても、人為的に作られた新型コロナウイルスだとしても、結果的に、 同種の原理にこれに基づき不自然に動大した人類の勝って人を見下したいという意識を緩めるためにこれが広がったと思うわけですそういう意味でおいては新型コロナウイルスにかかって症状を出し切るそれができることは悪いことではないと思いますただし新型コロナウイルスにも懸念点があります これはどんな感染症にも私は言えると思うんですけど感染症にかかったときに症状を抑圧したり十分にかかりきることができないと逆に病原体を体内に宿したまま適応するのではないかということです病原体の中には B 型肝炎ウイルスやヘルペスウイルスやそのような 人の DNA にウイルスの DNA が組み込まれてしまういわゆるキャリアですね持続感染が起こるのですそして免疫が低下したときなどにそれが増殖したりするようになってしまうわけですですから風邪ひくとヘルペスが出たり調子悪くなると美型肝炎が増えたりとかそういうことになってしまうのではないかと思います どうも新型コロナウイルスっていうのも、そのように人の dna に組み込む力があるように私が思うわけです。これ、私の見解です。そうなった場合、一見感染して回復したあ、免疫できたかなと思っても、再び何らかのきっかけで同色を開始するのではないか。また、インフルエンザイウイルスのように遺伝子が。 DNA ではなく RNA のウイルスなので突然変異をしやすいんではないか障害免疫を獲得しにくいんじゃないかということを懸念しているわけです。ですからなんか暖かくなって一旦流行が終わったとしても来年の冬にまた再び流行する可能性があるのではないかと懸念しているんです。レベルで組み込ままれてしううということいこは ホメオパシ的に考えるとマヤズム化するということ本能化するということですですからそれは取り除くことができないんです不可能となっていくわけですこれが霊的に考えると勝ち負けにこだわる意識がで、勝って人を見下そうとする意識が本能化して取り除くことができないこれはえらいこっちゃと思いますここから戦争が始まるからです 本来であれば、コロナウイルスは勝ち負けにこだわる意識。勝って人を見下そうとする意識を解放するためのものであったわけですね。それによって、自然は行き過ぎた、行き過ぎた意識を減らしていこう。バランスを維持していこうとしたのにかかわらず。ここに、例えば、ワクチン接種。抗ウイルス剤、抗炎症剤。ええー。 解熱剤このようなものを取って症状をよかせてしまうと勝ち負けにこだわる意識勝って見きだそうとする意識が本能化してしまうんじゃないかというのが私が懸念してるんですよこれが新型コロナウイルスのワクチンができた時にね全国的にまあ世界中でですよ例えば強制的にそのワクチンを打たれることになってしまったらどうしましょう その意識は埋め込んでしまわれるというふうにして何か懸念してるんです先ほど言ったようにコロナウイルスは遺伝子が RNA であるわけですからインフルエンザウイルスと同様に非常に変異しやすいものであるということを頭に入れとかなきゃいけないわけですたとえワクチンが抜けたとしてもね、インフルエンザウイルスとワクチンと同じようにインフルエンザのワクチンと同じように 予防効果が期待でできないんですよこの年はこの何型インフルエンザだったこの年は何型インフルエンザだったと言っても大追っかけっこになってしまうと思うんですよ。これれについてははそれでもあなたは新型インンンフルエンザワクチを打ちますかという私の本で詳しく説明しておりますのでお読みください。ワクチンを打つことで症状の抑圧になるのか分からない人もいると思いますよ。そうです まあホメオパスの方々は勉強してますけど、皆さんしてませんのでね、簡単に説明します。ワクチンというのは弱毒化した病原体もしくは、えー、病原体の一部のタンパク質を使って、それを体内に注射することで抗体を作らせるわけです。この抗体は IgG 抗体と言います。IgG 抗体は異物を排泄する力がないときに一時的に 異物にくっついてとりあえずその異物にを無毒化するんですねですから Igd 抗体を作らせるためにアジュバントという免疫を弱らせるものを入れているわけですそれが代表的なものが水酸化アル,アルミニウムであったり水銀であったりするわけですけども ここで免疫を混乱させて異物を体内に入れるわけですね予防接種によってそして病原体を体内に残したままの状態にできるということですつまりワクチンがやっていることは感染症のの慢性状態を作り出すすとということなのですそして抗体があるから発症ができない状態になっているだけなんですが抗体イコール免疫じゃないんです皆さんで 抗体が山ほどあってですね免疫は動かないマクロファジーとかねカリウ球だとかねリンパー球だとか動かない T セラーとかね動かないそういう状態にさせているこれは症状の抑圧と同じなんですよ皆さん。ですから予防接すると慢性病に一気に慢性病にし症状を抑圧してるんだということそしてそこの体にゴミだらけになってる。ゴミ 劇物薬物毒物に抗体がつくわけですから抗体がいっぱいあるということはイコール免疫じゃなくてゴミだらけになっていてあなたは弱いということなんですこれがえこの本に書かれてますからぜひ読んでくださいそしてワクチンや薬で症状を抑圧すると前ずむ化してしまうんじゃないかとそうするとますます戦いが絶えない世界になっていってしまうもう容易に想像できますよこれは。 もちろん高齢者や免疫の弱い人は新型コロナウイルスに感染すると死にますからその可能性が大いにありますからねワクチン接種全部がいけないって言ってるわけじゃないです時には接種して症状を抑感することも必要な時もありますワクチン自体を否定するものではありません薬と同様時と場合によって必要だと言ってるわけです ただできるなら第一の選択として体に無害な新型コロナ予防対策リメディーを取っていただけたらと私はホミオパスとして心から願っているわけです。これはね副作用もありませんので赤ちゃんでもね妊婦さんでも取れますから是非そうしていただきたいと思っています通常のね感染症であればかかって障害免疫を獲得することも悪くないのですけどもね えー、通常のインフルエンザであればたまにかかって体の大掃いすることも悪くないんですよ私も年にいっ。でもその後にはすっきりして体が楽になるし心も楽になるしほんでもう朗らかに生きれるようになります。まあ、でけどもこの新型コロナウイルスに関して言えばですねホメオペラ的予防をしてかからないのが得策なように思うのです。 ただし、新型コロナに感染する素因がある人は、先ほど言ったように、このコンビネーションリメリを取ると、結構な好転反応、排泄反応が起きます。しかし、いらないものはいつかはか体から出ていかないけませんから、えー、その症状を嫌がらないようにしていただきたいと思っております。まあいずれにせよ、一番大事なことは、病気を怖がらずに、 自己治癒力、免疫を上げることが大事なんですね。それにはねいらぬ心配しないこと症状を抑圧する薬それを手軽にポン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 とらないこと自己注力を触発する食事不安のないストレスのない心を作る心を安定させて自分の命を一生懸命生きればいいと思います。日本には、 神と仏教の両方が人々の心を支えていると思います自分より偉大な神仏がいてそれらに守られているという安心感と尊敬の念による感謝する生かされているという心が自ずと湧き上がってきて感謝する心ができるわけですその感謝する心が自己中力を増やしていってい,っているんじゃないかと思います 神仏がいるそこに守られている命をいただいてきているそのようなことを信仰心と言います人は信仰心があることによって恐れなく幸せに生きれると思っておやみませんそういう心が平安でありますように皆さんが幸せでありますように心から願ってこの私の講演を終わらしたいと思います 褒美おばしの恩恵が全てに降り注がんことを万物生命そのもの自体に感謝し命そのものを生きられんことをありがとうございました。 Hello and very welcome to Dr. Toraku Yui. Today we are here at United to Heal and we have a very special guest and I welcome you because you come from Japan and you're one of the most uh, famous homeopaths in <laughs> Japan and in Asia. <laughs> and we heard already many good things about you and so um we are very very happy that you accepted our question that you want to talk for our european audience thank you for inviting me i my language is japanese as you know my english is not so good but uh, i try best mm, yes it sounds already quite good <laughs> uh -huh. what is useful in the in the regular allopathic treatment, and what is not useful mm -hmm. in your eyes as a homeopath? Yeah, yeah. yeah. Allopathic treatment is uh, symptomatic uh, and uh, is suppressing mm -hmm. symptom, unfortunately. But what is the benefit? We need. We have a benefit from allopathic treatment too. In other words, allopathic treatment can be helpful for the people whose immune is too low to tolerate acute symptoms, or who are severely malnourished people, like a skin they cannot have, you know, suck up the thing, so Those people i think sometimes anopathy treatment is very important. for example, if the high fever persistently and you have exhausted your strength, you may need to temporarily reduce the fever with fever reducer drug. it can be said to acute mental symptom too. If you experience such huge mental shock or remembering a big trauma in the past and feeling so unstable and you don't know what to do, you will mm -hmm. need allopathic medicine to calm down temporarily. Mm -hmm. Allopathic treatment is also effective if the organs are dysfunctional. for example, if you are thyroid gland is hypofunctional, you may need to provide thyroid hormone from outside. of course, a surgery for injury, accident and internal disease that require a, to imagine treatment. Are the great thing about allopathy treatment however mm -hmm. however however <laughs> <laughs> uh, symptomatic treatment is uh, uh, only to the temporary relief acute symptoms when these, these, there is a danger in the life that moment they can use symptoms are primary intended mm -hmm. to excrete foreign body from inner to outer and mm -hmm. waste product from inner to outer this is called symptom if they mm -hmm. are kept being suppressed suppressed by allopathic drug or by any you know vital force weakened and they, therefore they cannot have a symptom those expression it can be lead to complex and chronic problem and Eventually, it will lead to organ dysfunction. Mm -hmm. In this way, allopathic treatment could be a problem if we simply express the symptom even there is no danger of the life. I also think overdosing of conventional drug that uh, compensate for the Organ dysfunction may put the body at risk of becoming become, becoming uh, dependent on the drug. Uh, uh. In any case, allopathic treatment, conventional medicine is. Uh, in many cases, uh, conventional medicine, allopathic treatment is necessary, but there could be a problem if they are not used properly. Both conventional medicine, homeopathic medicine have advantage and disadvantage. Mm -hmm. I think it would be great if the two medicines work together, taking advantage of each other and making up for the uh, this, disadvantage of each other. Will help each other it will be to for the patient. What would a corona vaccination mean for our body, mind, and soul? The yeah. vaccine will be uh, uh, created for the, uh, the new coronaviruses because Japan already started, they do it, so it takes one year, they say so. Um, America, all. And it mm -hmm. may be pro possible to force to the um, entire the population in mm -hmm. the world to receive the vaccine. That's the you know if it's um, so the compulsory if we have to do so that's a problem. It mm -hmm. will the, the briefify explain. Why vaccine could suppress the symptom? Mm -hmm. the, the vaccine is the method that use use the um, pathogen, or a particular a protein of the pathogen, and infect infection. It's into the body to the produce antibody. The, mm -hmm. This antibody called the IGG mm -hmm. antibody. The IGG mm -hmm. antibody, temporarily uh, attacks to the foreign body when mm -hmm. it has no power to excrete the foreign body. And uh, detoxify the foreign body for the time being. So, igg is uh, cannot uh, expel the foreign body; just to get a flag on there. And that is why it is used as one. The weakened, that's weakened immune to the make. IGG antibody is mm -hmm. as well as dangerous as the mm -hmm. aluminium hydroxide mercury that, that confuse immune system Were inject injected into the body. It enables pathogen to be left into the body but in other words. Uh, that vaccine do it creating a chronic state of the infectious disease. Vaccine creates the um, chronic mm. disease. Mm. Then the body cannot develop an illness as there are antibodies. Mm -hmm. Then that is why I am saying it, is the, it it is the same as expression of a symptom by a vaccine. The, the, in this way, the coronavirus vaccine will create a chronic state of the infection. This mm -hmm. will uh, probably induce a miasma, of the new coronavirus, this meaning the uh, mental value of inner child. I don't want to lose. I want to look down. I want to look down on the other mm -hmm. by beat them. will become instinct. That's the problem in the spiritual aspect. Value look down on other by beating them is a good thing. I have to look down on other winner, winner, become in, instinct. In physical aspect, they will have symptom of sore throat, also, they are continuous fever, warm pain a uh, difficult in the breeze cough fatigue diarrhea vomiting also it's difficult to the, uh, the get uh, oxygen there's mm -hmm. such kind of uh, a dizziness will occur by vaccine itself it is become miasma by expressing the symptom by vaccine or conventional drug the wor world will become more and more fighting fighting uh, that this will occur more and more war this is uh, easy to imagine, do you think? Of mm -hmm. course the elderly people, people with weak immune may die uh, by uh, this uh, you know uh, new coronaviruses. Mm -hmm. therefore, uh, vaccine sometimes sometimes needs this therefore i'm not uh, denying the vaccine itself all of them no mm -hmm. as it is necessary to take mm -hmm. it to express the symptom uh, those people there too. Mm. Mm -hmm. uh, as I explained about the benefit of allopathic treatment, area vaccine was needed at time, mm -hmm. as occasion, uh, like conventional drug, same. Mm -hmm. However, mm -hmm. if possible, I would uh, sincerely wish people to have the corona. Uh, the uh, countermeasure uh, I wish um, I would uh, I would uh, sincerely with people to have their countermeasure remedy that is harmless to the body and mind, also soul if they choose, first choose over the Coronavirus remedy. So, what can people do to stay in balance and to get a stronger, yeah, to be stronger? Yes, we should understand the truth. Truth is important. Mm -hmm. The idea, there is a horrible pathogen that attack as it's not correct. The truth is there is a horrible low immunity we have. Mm -hmm. Mm -hmm. There is a terrible expression of a symptom This mm -hmm. meaning we have the body that's contained rubbish and there are terrible emotion expression mm -hmm. we are terribly caught by incorrect moral moral and mm -hmm. feeling no freedom mm -hmm. so when our body mind and soul are terribly suppressed uh, simple germ become horrible pathogen for you. However, mm. this is also not the truth. Even pathogen increase in your body. It is increasing to save you. The pathogen have to spread until you Immunity recognizes it was a foreign body in a correct manner. When the body recognizes the pathogen as a foreign body correctly, the pathogen will be naturally removed. The express emotion and worldly value will be also relieved at same time. Therefore, it is important not to think pathogen as bali, but trust it. You might feel angry to me to affirm affirm pathogen as many people are dying from their infection. But I am strongly feeling that human moral are uh, such as a little thing in front of uh, mother nature. a pathogen in the part of nature. so i think accepting the existence positively rather than denying will Overcome it in the correct manner. If mm -hmm. we understand the truth, we mm -hmm. can behave correctly. Uh, this is exclusion of suppressed symptom, mm -hmm. relief of suppressed emotion, and worldly value. My then homeopathy is one of the tools. As I say earlier, you may be infected next year even you didn't this time. As long as we have cause within ourselves, a pathogen will be occur sooner or later we will encounter the new coronaviruses. Mm -hmm. therefore, uh, the restriction of going out, uh, contacting people, wearing a mask, washing your hands, and uh, uh, these are only make a shift. the earth community need. what do we all? because this virus came to the earth and we all have this. what do we? what is behind that? what do we need? maybe also spiritually. <laughs> yes. Uh, this is my assumption also my <laughs> beliefs. Uh, mm. inner child healing. for the inner child of healing. Mm. so. Uh, having in that child, I don't want to lose, I want to take, uh, uh, look down on another uh, by uh, beating them, um, mm -hmm. mean that you have an experience of losing or being looked down on in the past. Mm -hmm. They have experience, you see. Mm. Mm -hmm. You believe that losing mm -hmm. is bad and deny yourself. Mm -hmm. Who lost? You believe that being looked down was bad, and denying yourself who are looked down, uh, who are looked down, in order to heal this inner child, you resonate and farm the emotion that you don't want to lose and want to look down on other by beating. I understand you. Everyone doesn't want to lose under mm. the situation. I understand no. you. Everyone wants look down the person by a beating. Then I imagine you are winning. You are great. Look down the person. You can do it, your image. Make the inner child's wish come true by an image. Mm -hmm. Express emotion, in this case, it is anger. Mm -hmm. Express the anger yeah. to the person fully in the image. Mm -hmm. Let the person bow to the ground. Uh, this will relieve the stress emotion and explosive anger that is reflect reflected on the current incident will be decreased dramatically. this is the mm -hmm. mirror. when the mm -hmm. anger emotion is uh, relieved, at relief, at some degree up value look down on other by beating them will be loosened. You might have uh, an experience of losing and being looked down look down at childhood foot. So please remember the incident and let your inner child to express the Sadness, then mm. accept, accept, accept forgiveness and love. Such as, a uh, useless yourself, you are useless that time. However, I love you, I forgive you, I accept you. If you can forgive yourself, you who is useless useless, the world value, world value, would be loosened. Ultimately, the key for inner child healing is forgiveness. Forgiveness is accepting and loving. I think loving is the most necessary at the moment. If you are interested in the a detail Please refer my book. The theory hmm. is healing. Uh, practice in the child for the inner child. That's uh, already in the English. <laughs> oh yeah. Okay. Mm -hmm. So, like my last question, also, what can, how can we act as 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 people for the future? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. That's the important thing that I said before that love and the brighten. You know? Mm. People yeah. around you you peace your your praise as much as possible you give mm. the love and the brightness. Mm -hmm. uh, brighten and love people around you mean mean to the farm then they are them mean to the farm them positively. Don't uh, deny them immediately, but write found a good point of the person and respect it. And mm -hmm. even bad point what you think is a result result of being denied by uh, your parent, people and social so affirm, so affirm such point as well mm -hmm. if we look carefully we have the same but point we are like a mirror you see we are just denying other by reflecting it the meaning meaning you are denying yourself at the same time Mm -hmm. Even a bad person is uh, just showing a bad part that you also have. But try not to see by uh, denying it mm -hmm. the outbreak of the new coronavirus is not irrelevant to each of us. Is is there a person? who never wanted to win and look down on others. i don't think so. we have such as conscious more or less. in fact, there are many people who want not look down on others, people who were looked down, looked down. Will have conscious of wanting to look down. The true solution to the new coronavirus cannot be found as long as we recognize it as a part of us and affirm it. Something will be changed by affirming it. Japanese priest called Saicho hmm. who built a temple uh, called this act illuminate a corner. He said such a person is natural treasure your light might be small however he is saying that it is the most important for everyone to illuminate people around you the small corner even small by small light the person who can do it is a natural treasure I think it is uh, important for us to be com compassionate to other and connect them with resonance and love. To achieve this, I think it is necessary for everyone to heal their own inner child increase faith and deepen our insight to be alive that's it so thank you so much for this beautiful interview yes. thank uh, you send a hello to the, uh, the deutschland people who love homeopathy yeah. yes okay we will do that I, yeah. bye bye thank you bye. thank you so much